こんにちは、ガチンコマッチョクラブの皆さん、そしてミスター M さん。今日もフィットボクシングやってますね。2週間の予定なんで、あと今日を入れて明日で終わりですかね。あと2日ですかね。いや、私もね、フィットアドベンチャーですか、ちょっとタイトル忘れましたけども、なんかね、そのロールプレイングゲームでどんどん進んでいくときに、なんか腹筋をしたりね、腕立てをしたりとかスクワットをしたりしないとモンスターが倒せないみたいなやつをやってるんですけども、これね、面白いですね。かなり負荷を上げて今も取り組んでますけども、あっという間にね、100キロカロリーぐらい消費してしまいます。で、プランクもできるようになりましたしね、マウンテンクライムもできるようになりましたし、結構体動くようになってきましたね。やっぱそうなるとね、大変なのが食欲をどう抑えるかなんですよね。そちらの方やっぱり、これからも長い課題になると思いますんで、またアドバイスいただければと思いますけども、今回のボクシング見させていただいてね、すごくフォームがかっこいいですね。パンチも鋭いですし、やっぱり格闘技されてるだけはあるなと思いました。ぜひこれからもね、フィットボクシングを送り続けていきたいと思います。私もね、フィットアドベンチャー今、80ぐらいのレベルになったんですけども、100を越したらフィットボクシングちょっと購入して取り組んでみたいと思います。まあ、私にね、ミスター M さんなりのステップが踏めるかどうか、ちょっとね、47歳の挑戦としてはかなり過酷なんですけども、縄跳びをしながらね、かわいいね、縄跳びをしながらね、ちょっと体鍛えていこうかと思います。それではこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。